はい、どうも TVer の見逃し配信レベルの人生を送ってますワイワイと申します。よろしくお願いします。ですね、皆さん物騒な話します。今あのね、まあ、詐欺ってご存知ですかね。鳥じゃないですよ。もちろんね、あの詐欺の被害、まあ割れた方は少ないと思うんですけれども、皆さん身近にやると思うんですね。私最近ね、あの携帯電話にですね、まあとあるメールが届きましてびっくりしたんですね。まあその写真をね、ちょっと今あるんでご紹介しようと思うんですけれども、 ETC ご存知ですか。まあ私あの田舎なんでね、どうしても車でのこうなんていうかな、行き来が多くなってしまうようなね、スーパー行くにも車使わなきゃならないみたいなね、そういう環境ですんで ETC 利用してるんですが、この重要なお知らせね、解約予告のお知らせが ETC 利用紹介サービスというねところからメールが来たわけですよ。私びっくりしました。で、まあいろいろこう、まあメールのところ隠しておりますけどね、ユーザー名のところがメールアドレスになってるんですけど、それも隠しておりますけれども、これはさすがにフィッシング詐欺というか、まあそういう迷惑メールの類じゃないかというふうに思いまして、で、その読み進めていったんですね。まあ書いてあることは基本的にはね、まあそのログインしないと危ないよみたいな。でもね、見ても見てもこれ穴がないんですね。まあ普通になんか、あ、ぽいなみたいな、え、こほんまかみたいな。で、これとにかく48時間以内にって言うてね、これもうせかされているし、早く連絡せなあかんな思って、でこのメールは送信専用やから、この返信は受け付けておりませんって書いてあるのよ。これ直接お問い合わせくださいって書いてあるわけ。ほんで時間も9時から18時や、もうこんなメール見たらなんか俺ももうほんま17時ぐらい、これやばいな思って、電話番号見るやん、ナピダイヤルって書いてんねん。あー失敗したそこで失敗してしまいよった。最後に手抜いた、これ担当違う、これさすがにナピダイヤルはないんちゃう。やってしもたな思って、俺ここなかった、これが B やった、俺電話したんやけどな、ナピダイヤルはちょっと俺笑うてもうたね、これね。皆さんも気をつけていただきたいな、みたいな、まあ、注意喚起も兼ねたね、そんな、私、詐欺被害というかね、そういうのをご紹介しましたけれども、今回ね、まあ、ちょっと、まあ、長すぎますけど、冒頭いつも。まあ、これ、全く無関係なゲームではないんですよ。これも、まさに、身近に存在する犯罪、それをテーマにしたゲームなんですね。本日私がプレイしますゲームはこちら。スーパーマーケットセキュリティシミュレーターというね。まさにだから万引き G メンですよ。馴染みのある聞き方で言うと、店の中の、まあ、セキュリティをね任された人っていう、それをシミュレーションしてみようっていう、まあもう先に言っておきましょう、バカゲーですね。まあ私のプレイするゲームっていうのは、まあ、三大巨頭ありますよ。一つはホラーね、そして一つは鬼畜、もう一個はバカゲーです。このバカゲーが本日やってきたというところなんですね。もうのっけからむちゃくちゃ怒りますけどね、ぜひ短めになっておりますんでね、最後までご覧いただければなというふうに思います。では早速ご覧いただきましょう。スーパーマーケットセキュリティシミュレーターの動画です。どうぞ。はい、昼1日勤。はい、おはようございます。ん、うるさ、なんかなんだこれ、うるさいの、どうしたの、なに、このうるさいの、これなんとかして、これうるさいよ、うるさい、なに、E を押して、E を押して、物をタブレットを取る、タブレットどれ、いやもうどれか分からん、そんなん、なんかうるさいうるさい、これほらこれか、これか、これや、ほらもうタブレット、まあ、なってる、まだ、あ、なってる、まだ、あ、なってる、これほら、あーもううるさい、ほら、あーうるさい、なあこれか、これを使うんか、ここに置いて、これどうやって使うのこれ、いや何これ、タブレットが鳴ってんのこれ、そ電話とか鳴るもんなんか、タブレットって、まずおお、これ誰誰だよお前は、何かけてきてんだこの野郎。Hola Rafael, soy Ana, Ana Bobuelo.はい、アナ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 っていうの、うん、わかんない、ちょっと早いな、私は電話かけて、タブレットのことで、それはあなたのためです、私はたちは彼女に常に手元に置いてください、かけたような事情があるため、あなたは何、スーパーマーケットで盗難と深刻な問題が発生してます、今日本では。はい、知ってますよ、クソガキはいつも来て、クソガキって言い方それ、そして彼らはボリカを置いて、うん、カバンに物を詰め込むクソ老人、お口汚いなお前、意図的ではなかったってな、そういうだからあれやな、そういう盗難が今発生してるってことを言うててな、お前はな、うん、わかるよ、まあ人種差別は、いや人種差別はしてへんけども、今してたんお前今な、人種エビってほんで、どこさんのエビやねんそれどこさんのエビのこと言うてる、早いってお前さっきから、早いねんって会話が、ねえ分からんけど、もうちょっとゆっくり会話でけへんのか、お前俺とだいぶ待ってた、だいぶ待ってたんけ、あなただからな、あれやろ、盗難を防げばいいんでしょ、万引き G メンってことでしょ、私はそれはあなたならこの仕事を やってくれると思ったってなんで、なんで過去形やねん、なんで I was やねん、やるウィッシュやん、ウィッシュあとペジェントで equipo
El material que まだ終わらへんのかよ、ほんで。お前もう終わったええわ、もう今のところ終わって、まああったやないか。メルカコンダの周りを散歩してくださいって。Vigila a la gente para que no roben. 人が盗まないように。うん。とにかく見回ったらいいんやろ。はい。ほんで彼、すぐ軽く叩きなさいって何そんな。豚肉みたいに言うのやめて。な、ちょっと柔らかなるからみたいな感じで言うの。そう、俺が喋ってるのに次から次から。やすぎ場合にやるなら、お前会話って知ってる、マジで。あうわーって書いて。お前さ、マジ何分しゃべんの、マジで。なあ、俺、お前、もうずっと今もう何分聞いてる、お前の話、これ。俺、もうトイレ行きたなるんちゃう、これ。おトイレ行きたなるんちゃうか思うぐらい言ってるで、これ、時間。まあ、でもええわ、こいつの話は。ペチャセグロ、オールドエスカンダ、家族、エロアニメ、エロアニメ、エロアニメなんか、これ。あ、やっと終わった。客を監視すんやろ、うん。客を監視でエロアニメ監視しよう、まず。でけへんのかよ、ほんで。でけへん、出すな。よし、じゃあ仕事開始しよう、早速。はい、失礼します。まず挨拶からね。あ、これな、あれおじいちゃんか、あれ、あれはお客様か、お前、お前だいぶ、がぜんやる気満々でレジしようとしてんねん、なんか、どうもこの、なんかもう、ファイティングポーズさながらのこの、ステファニーええな、ステファニーええわ、ステファニーしっかり仕事開始しろお前、この野郎、しっかり仕事しろこの野郎お前。よし、じゃあネズミ、ほらミキマスや、ミキマス、ミキいらっしゃいませ、ミキマス、ほらミキマス隠れてるよ、ここにほらミキマス隠れてるよ。はい、千葉県行っといてな、千葉県行って無理をなして踊っておいて、ほら千葉県行かへん、こいつ千葉県行かへんで。あ、ステファニーほら仕事してるやん、言ってる前にステファニー仕事してるわ、これこれレジしてんの今なあ。え、何喧嘩すんのそのさすがにガンつけんのやめた方がいいんちゃう、ステファニー、一応お客様やから。おじいちゃんが勝てるかもしれへんけどさ、ステファニー。チケットを確認する、購入を待ち、購入を確認する、購入を待ち、購入を確認する、どうやって確認するの、すいません、ちょっと確認させてもらっていいですか、それ何買いました、おじいちゃん。お、なんかできた、ん、メルカションダ SA でな、何を買ったの、サルサでヨーグルト買ったん、これサルサでヨーグルトなんかお前食うのなあでよ、ほんとそれ持って帰って、疑いがなければ話す、話すを押してください。話すって何、話すやのに押せって何やねん。あ、これでいいの、あ、またね、ありがとうございました、どうぞまたお越しくださいませ、ありがとうございました。なるほど、とにかくまあ見回ってりゃいいってことね。じゃあね、はい、いらっしゃいませ、新しいお客様いらっしゃいませ、どうぞ。そのバッグっていうか、その買い物かご、それすごいな、もう洗濯もいるやん、それおい、なんて持ち方してんのお前、こう伝説の剣ちゃうんやから、お前、お、持ってた持ってた、あ、ほら持ってた、ほら、あ、ほんでそれでレジや、ほらステファニーと、はい、はい、タイマン、はい、タイマン開始で、ここで確認したらいいんやろ、これ。お客さんすいません、ちょっと確認させてもらっていいですか、コーラかなんか買われたと思うんですけど、コラ、コラコージャー、ベテラでコラコージャー買いました、ベテラでコラコージャー、OK、 はい、了解。疑いがなければ話すを、話すを押してくださいね、意味が分からない、話すを押すって何、 No, you're not robot。 なんて、みのなロバ、チーノのロバ、いや、私は狼ではありません、ゾロロバ、何言ってるか分からない、俺、お前に今狼ですかって聞いた、そんなわけないやろ、どんな話する店員やねん、俺。もうええって帰れって、お前。狼ちゃうんやから、お前は。いや、帰れって。用ないんやったら帰って、ごめんやけど。すいませんね、お客さん。いや、箱返せ、箱返せ、おい。おい、ちょっと待って、待って、箱返せ、箱返せって。なあ、箱登録するために、お前。違う、箱返せ言ってんの、俺。お前に。そやろ、いいえ、私は狼ではありません、子供は狼ではありません、中国、ただの中国人、ジプシー狼、そしてあなたも狼です。狼ちゃうよ、何言ってんねん、お前、狼かどうかの話してんちゃうよ、お前、返せ言ってんねん、それよ、お前、どんだけ狼の話してんの、ほんで、おい、中身入ってんぞ、これ、ほんで新しい客来た、お、新しい客、カゴなしや、カゴいる、ほんならこれ、ちょっと中入ってる、ここコジャコーラ入ってるけど、これでもまだ万引き犯は見てないからね、だから万引きの現行犯をまず見て、ポケットとかに入れるみたいな、そんなの見なあかんのかな、うん、なんで、彼らは私が学校に通っていないことを理解していません、学校通ってへんのかお前、まあ通りとしちゃうんちゃうか、ほんで今ポケットに入れたんちゃうなあ、今入れましたよねお客さん、いやパンちゃんそれ、あ、パンも売ってんのここ、パンも売ってんねんて、なあ美味しいね、そのパン、
そのパン美味しいんそれな。そのパン美味しい。そのパンも買いほんな。それはそれドーナツやで。これドーナツもな。ドーナツも買うの？うん？カゴかなんか持って入れへんの？そう美味しいのそれ買うんやろ？買うつもりなの？それ。ちょっとあんまよく分からへんね。レジどうさ喋りかけたらあかんのやろうけどさ。何まだ食うのお前。そう太るわ。そう太る運動せなあかんって。甘いもんばっか食べたら。もうさっきからその動きなんやねんお前その相撲の勝った時にするよいよいよいみたいな動きはそれな意味あんのってよいよいよいってやってそのほんまに普通に買う気なんかどうか分かれややこしいやめえそれまあそれコーラちゃんほんでさらにコーラも買うのそれどうなってんの構造でだやめろってその買った時みたいなよいよいよいやめろってまだ買うのほんでお前よう買うなお前もうこうたやんそれ作物じゃじゃんでカゴ持ってよカゴお前なんぼ買うねんマジでお前商売するつもりか今からだとして買い値で売らなあかんねんお前スーパーでこうて持ってるからもう下ろしちゃうからさクッキーの通路とか言うてるやんまだ買うんやお前もうそれこうたやん一回クッキーちゃうしおんでもうこいつほんま勝手悪いわお前効率悪いわマジでイライラしてくるもんお前見てたよなんで一回こう一周回るときに買ってあーちょっと足らへんかったってやったらそれで一回ぐらい戻るぐらいにして携帯電話なんか売ってるわけだお前携帯電話イオンモールに売ってるの見たことある鮮魚コーナーにお前 iPhone 置いてあるの見たことあるかお前そのうるさで魚もお前起きてまうわあれ行くんじゃレジ行くわほらやっとレジ行くわもうお前遅いわほんまちゃうんかいもうええてもう一生こうとるやんこいつ引くわマジで引くわもう普通にお前が仮に今からちゃんとレジをしたとしても俺お前嫌いやもん普通にごめんやけどもう頼むから帰って言い方もどうかと思うお客様やで確かお客様あっての我々のお仕事ですでもすいません帰ってくださいもうお願いしますこれもうこれ一つのあれちゃう迷惑ちゃうこれこっちの商売上がったりはこれ仕事今度仕事の今度でけへんわあかんもうラチあかへんマジで鬱になるわこいつ付き合ってたらで一回もうこのまま話しかけてみるかこれさだから一回そのもうボディチェックさせてポケット入れるもんちゃうしさそもそもおおどえらい出てきたなおいこんなにこれえこんなに入れてこれええねやんなでもええねんまだええねんけどさで買って悪いと思うカゴ使った方がいいと思うねん買って悪いやろなんか言うことない俺に車に入れなかったのにポケットに入れました本当にお金を払っていますいや払おうてへんよお前何言うてんねんやることなすことお前めちゃくちゃかな何を言うてんの今から払うんやろもう取ったんかそれはもう取ったってことになんのかだとしてほんで俺どうしたらいいかも分からへんでお前ねどこ行くねんお前まだ話終わってへんぞお客さん、まあ、お前買い物も終わってへんのかよほんでめんどくさいのこいつめんどくさいのじゃあだからカートに入れってなんでポケットに入れんのちょっと待って一回確認させてみ妻から泥棒へ手錠を手に装備しますをクリックし泥棒と対話してえどな泥棒なんお前泥棒やったか結局おいちょっと待て何してんねってどういうことやねんどこから泥棒でお前泥棒のラインが分からへんわ待てってなんであんなに長いしたのにお前こんな帰る時だけ早いねん待てってだから手錠が荒いえ手錠なんかどこにあるのこれ手錠も何もこれえ捕まえられへんのこれ普通に今手でこれタブレットでなんとかタブレット開いてさこれどうやって開くあクリックかあかんかなんかもう、あ、もうまたな話長いやつが着信来てもうたもんねあーもう、鬱陶しい、ほらもうええって話を分からへんねやからまあ、完全に失敗してるやん手錠あ、これやわなんかここいっぱいアイテムあるやん、ほんで警棒とかあー、これ持っとかなあかんかったんか、そもそも全然話聞いてへんかったから話が長すぎてだからこれで捕まえたらいいんだ何言うんだこれは何これトイレやもう全然仕組み分かってへん誰もええわとにかくもうその教えられたことだけやろう一回その手錠をはめてみるって言ってこれ新しいお客さんいるやんいらっしゃいませあなたもカゴ持たないタイプですかザリガニ待ってほんでザリガニこれザリガニこれ落としてるよザリガニこれザリガニまためっちゃ長いんちゃうほんで買い物頼むぜザリガニなんかあ新しいやついるほら
くぐるやくぐるろ。あれなんかいっぱいヨナも来たやん。ほらいっぱいあれいっぱい、これもう誰見たらいいか分からん。これ全部見れへんで、さすがにザリガニだけとにかく見る。しかしお前名前ザリガニってほんまに理解できへんわ。あまた俺これ警棒持てるやん。あーいいじゃない、いいじゃん、様になるよこれで。これ手錠を2個持っといて、杖とか何に使うか分からんけど。でこれジュースさ、ザリガニさ、これジュースお前取ろうとしてジュースもう戻しとく。これいやでも OK 普通に。なんでそうなんの、お前どういう教育を受けてきてそうなってんのなあどうなってんのマジで。お前もお前やなほんま。でもザリガニごめん、ラチ開かへんからさ。ザリガニちょ一回何入れたか。ザリガニ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 待ちなさい、ザリガニ待ちなさい。ほらあかあかん、ザリガニ逃げる、あかんで。でも今回は手錠あるからね、もう絶対ザリガニだけは逃さへんか俺。うわなんか、え何してんの何してんの、え何してんの、そんなしてました。ザリガニ逃げるやん、ザリガニ逃げるやんって。何してんねんってお前、なんでこんなタイミングで。何してんザリガニは。いやもう最悪、ザリガニ逃げてやお前のせいで。いやちょっと我慢しろよそこはお前。野放しやん、いつも働くもんで。これ大変やな。ちょっとなんかトイレした方がいいんじゃない。真ん中のなんかうるさい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 、なんかうるさいうるさいうるさい。何ジリジリになってるの、何ジリジリ先消して。もうええってお前、ほんでもう、もう言い忘れんなお前、なんかずっと言い忘れてるやん。言い過ぎてんのに言い忘れてるやん。僕が全員、あー、ま、待ってこれ店閉まいや。これでブラインドをなんかドア閉めて、とにかく店閉めて。これかこれや。いやーやってや、閉めよ閉めよ。やっとこれで閉店っていうことやから。でまあチラ見してた分には、このペチャセグロっていうこの店のこれ、このゴミみたいにこうやって落ちてるやつを拾う。まあだから店内を確認しなきゃならないね。こことこは閉めんでいいんかな。まあまあええか。とにかく店内を見回って、お客様が残られていないか、また先ほどみたいな商品が落下しているみたいなことはないか、まあ商品整理って言われるところを見てみまして、まあ大丈夫かな。うん大丈夫っぽいな。でこれで終わったら、ペチャセグロっていうアプリを確認する。ペチャセグロ、これ労働時間6時間なんだと。獲得したペセタ60、無効無力化されたボーナスが80ペセタ。盗んでもいない人にいたずらをした場合いたずらってそんな解釈はやめて。何結局俺ほんでマイナス10ペセタなん、ほんまに言うてるん、こんなに働いて。あでこれで、あなるほど、確認したらもう終わり、昼にの日勤ね今度はね。わかりやすい一日やね、わかりやすい一日やわ。なんなんこの人、これほんで上司の来て。はいおはようございます、はいおはようございます。持ち物を持ってみよう。今日はサプライズ、サプライズやねんってやった。何サプライズで、マネージャー室へ行くって。あなんか新しい人がいるの。あステファニーおはよう、ステファニーやなこれ、ステファニーおはよう。落ちちゃう、できるできる、インキャインキャって青インキャちゃうわボケよお前。むちゃくちゃあれやわ、むちゃくちゃあのスキューバとかダイビングとかするわお前アホボケ。なんだお前この野郎。あこれこの人、えっていうか右上にヒカキンに行けよ、あれ何ヒカキンもいるやんここ。お前机ちっちゃ、ほんでなんでもいいけど、お前のサイズに対してのこの机もうすぐちっちゃない、これ。こんにちは、はいこんにちは、オラオラ、いくつか質問を続けていきます。はい、あなたがこの仕事に適しているかどうかを確認するにはどこか分かりますか。でてかもう入ってるんですよ僕はこの店。あーセール品、あーセール品、あーセール品をよく見ろってことを言ってるんですね。はいはいはい、最高のスーパーサバカカンダンダイヤな。うん、私の名前はラファエルです。トミーポージャー君がメガネをかけた私、いや全然違います、ラファエルです。はい、すいません
メガネもかかってんのませんしね。で、はい、いい方なんです、目は。おいくつ？あ、26なんですか？ 26、 あ、26で若いね、若いじゃないですか。なんでここで働きたいというか、働いてるんですよ、フランシスさん。もう一回払われてるんですよ、お支払いはなされてるんです。はい、最高の、そうですね、最高の店ですね。妻と子供を養わなければならないからだそうですよ。バルセロナとレアルマドリードやったらバルセロナが好きです。そしてクリトリスがどこにあるか知っていますか？うん、ちょっと分かっててもわからないと答えます、私は。はい、クッキーの通路にあるって、クッキーの通路じゃないです。クッキーの通路そんなものが存在するわけないですし、これについて深掘りは私したくないので、はい。では少し分析してみましょう。あなたの精神、あなたのは1回でいいですよ。 2×10 は20ですね。君のお尻に機械を、まあ、そうなんですか。はあ、ありがとうございます。本当に大切にします。じゃあまだ君を台無しにしてしまった。君は台無しだ。そして5年後の自分はどうなっていると思いますか？仮想通貨を作ってその良さを人に伝えて生きていきたいと思ってます。はい、面白そうでしょ。多分それを、いや意味わからないですけど、はい、もうそれでいいです。二人の兄弟、はい、え、僕ですか？メロンとメラメ、はい、あの二人、彼らは畑で働いています。メロンはスイカ狩りを、ややこしいな、メロンでよかったんちゃう？そしてメラメは株を栽培してんの、うん、あなたは誰に最も共感しますか？何聞いてんのか分からないけど、まあ株よりはまあメロンの方がええわな。追加の方がまだ食えるから。あなたには何も起こりません。結局のところ誰もが実験したくなる年齢に達したら、なんと美しいメラメでいられるのなんて素敵なんだろう。うん、じゃあね、さて私たちはすでに終わったんですか？おめでとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、働いていいんですか、フランシスさん？僕すいません、ありがとうございます。おい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 、いや、いい話聞けましたね。やった、これやって働けるんだ僕。これで店開けなあかんちゃう？あら、店、あ、開けんでももうほら入ってきたわ、いっぱい。ほら、おお、この奥の人なんや、これ奥の人なんか、え、これ等身大？この人等身大ですか？よし、じゃあ教わったようにこのレジ抜けてから、あのボディチェックしていこう。すいません、チェック？チェック G、 チェック G、 ちょっと一回購入確認させてもらっていいです？チェック G、 何買いました？それメルタデーラですか？メルタデーラ、ありがとうございます。じゃあ、おい、ラッパールだ、ラッパールだ。メルタデーラ落としますよ、メルタデーラ落としますよ。おじいちゃん、何しに来たんですか？おじいちゃん、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 ちょっと待って、おじいちゃん、はい、ちょっと待ってください、おじいちゃん。これ返してもらわないと。これ、そうでしょ？ねえ、危ない危ない、それほら人のもん取っちゃったから危ない危ないだ、ほらなあ、はい、はい、行け、じゃあ出て行け、お前は早く、うん、よし、なんだお前は、お前はもう直接警察へ行け、お前もうダメだ、お前なんかもう入れたくない、この店には入れたくない、お前は。おい待ってくれ、なんだこれ、おい、これ誰店の前に置いたの？これやばいやつでしょ？乾燥タイマーかなんか置いてあるよ、これお前か、おいお前か、トマシト、トマシト、トマシト、どういうことこれ。私を捕まえて離さないでくれたらジプシーの呪いをかけてやる、私の邪悪な目。何言ってんだトマシト、この野郎、お前マジで片付けろよお前、この野郎、これをなんでついてくるんだお前。誰か警察呼んで、これトマシュが離れへん、セファに何とかして、セファに警察呼んで。おばあちゃんまだ凍ってたん、なんかまあ、なんかほらもう物がいっぱいもう落ちてる。トマシュ、ほら仲間おった、仲間おった、ほらトマシュ仲間おったね、仲間ほらこれ探して、トマシュという人が探してますよあなたのこと。ほらトマシュより一回り小さい声、ほらこれトマシュ喋りかけてごらん。なんだ、多分トマシュがずっと、トマシュがもう僕を追いかけてくるんです、怖い。社長、トマシュが、トマシトがあれなんです、社長ちょっと待ってくださいね、トマシト一緒に確認しよう。じゃあトマシトも働こう、一緒にな、見せてごらんなさい、それ。あーほら出てきた、なんかいっぱい、なんかいっぱい出てきたね、おばあちゃん、おばあちゃんダメだ、それはもう言うこと、何か強く殴ってくださいよし、ご希望に、ご希望に、そうよしな、どうだおばあちゃん、ほら早く帰りなさい、おばあちゃん、うん、よしよかったね、トマシト、トマシト勉強になった？トマシト、これ直しといて、トマシト、じゃあこれほら、トマシト、これ直しといて、うん、なんやねんこいつ、なんかこんな妖精いらんわ、俺につきまとうにしてもこんな妖精いらんって、セファに見てや、ほら
なんかついてくんねんて、ゼルダでもなんでもお前蝶々みたいな飛んだりするやん、こんなんいらんて俺、こんなん歩いてついてくんの、なんの妖精やねんお前、なんの妖精に悩んねんお前なんかに、何が欲しいのトマスと、ファーリーフォローしてくださいって言ったのに、なんてラーファーケベンガバルフォルト、男に会いに来ました。あ、何こ、だから社長やろ、社長も訪問者がいるって、社長ほら飛ばしとかよかった、うちのあれちゃうねや、うちの精霊ちゃうんやこれ、よろしく飛ばしてよろしくね、ほんだら社長仕事にならんわ、もうなんかもうあんな心霊映像やんかお前、心霊映像おるぞなんかあなたですか心霊映像、おおこの人、これお前このスーパーなんか来てる場合じゃ、なんか行った方がいいんじゃ、 NASA かなんか見てもうた方がええで、これこれ NASA かなんか見てもうた方がええよな、ステファニー。いやもう金なんか取れへんわ、悪いけど金なんか取らんでって、ステファニーもこれから何をさらに取り上げんの。いやとにかく一人ぐらいはちょっと捕まえたいけどね、でもやっぱりせっかくやってるんだから、もうやっぱ万引き G メンとして、まあその逮捕っていうところをしっかり警察にね送りたいなと思うけど、モンスターはどこにいますか当たるとこちゃうやろお前、ちゃいすぎるわお前、スーパーは、まあスーパーマンみたいな感じ、まあ、ややこしいけどスーパーも、この人ほんますごないこれ、若々ええって言ってんの、ほんでこれで今って筋トレしすぎて腹筋、今筋肉痛やからもうお腹さんといてほしいんだけどさ、その体勢でその姿なしで若々ええって言うてんねんで、もうそれはもうそれはやろ、ここはアフリカだから、うん、いやアフリカでも赤もあかんけどな、でさ若々ええよ、若々ええ、若々ええ気になるわ、シャキーラ気になるわ、すごい気になる、やっぱ目にどうしてもあのもう普段でこうやっている人たちとはもう類を見ないね、これシャキーラさすがにそのドーナツだけってことないよね、シャキーラ散々もの見てたじゃない、そうでしょ、俺見てたけどな、ちょっとお客さん待ってもらっていい、これ購入許可確認させてもらって、うん、ドーナツ、いやドーナツ2ピースってことないでしょ、ドーナツ2ピースじゃないよ、なんか言うことある、ラガルティア・ヒグアナ・ラガルトな、はい、ちょっとじゃあ見せてもらおう体を、ほら私はそうではなかった、あるじゃないかお前、ドーナツあるじゃないかお前、ここに今出たじゃない、それドーナツが、ダメだよ、何お前で、な保護者かお前は、いいよ今シャキーラがお前話してんだからどっか行けよお前この野郎、シャキーラダメだな、シャキーラダメだなお前な、シャキーラ手錠だよそれ、若々、これは若々ではないな、これは若々ではなかったねシャキーラ、そうだね、こうなるからお前も、お前も拘束されたいんか、ほんで、あ、よしシャキーラ NASA 行こう、じゃあ、うん、シャキーラ NASA 行こうな、おじさん連れてってあげるからな、 NASA な、重宝してもらえるわ、大変重宝してもらえるはず、シャキーラなら、何お前ずっとついてくんな、何なの、もう買えよスーパー行ってな、シャキーラどうする、シャキーラな、怖い怖いな、怖い怖いわ、シャキーラ怖い怖い言うてるわ、お前みたいなそんなクソダサいなんや、分からへん、どこでこうだか分からへんせん、もうしそうにない T シャツ着やがって、モリアはそんな俺愛入れへん、ごめんやけど、はいシャキーラ頑張っていきな、シャキーラもうなんの、ほんでお前なんやねん、なんでお前最後の大事な時にいいひんナポリタンみたいな服着て、何ナポリタンどうしたん、甘ったるいんか、教えて、フランシスを訪ねて、あ、だから社長やろ、社長に会いに来たんやろ、社長に会いに来たんやったら社長に会いに行けよお前、なんで俺のとこに行くんだお前、ドラクエちゃうんやから、めえけど別に、まあ、だからついてく、まあ、ついてくるのはいいけどな、まあ、前のやつよりは全然マシやから、急いで行くじゃん、なんでついてこうへんねんお前、おいおいおい、お前話聞いてたんか今なあ、あ、今そのカゴ入ってへんで、今その取ったここの、もうお前何してんねん、メテオってお前だいぶ名前負けしてんねんお前、いや僕はラファエル、君の名前は、僕はマテオ、あ、マテオかな、はいはい、うるさいうるさい、なんか知らんけど、まだ来てへん、さっきの人、さっきの人まだ、あ、さっきの人、おい、あ、この人よかったよかった、まだおるわ、ほら指揮者、オーケストラ指揮者、ほらあのハムはいいやつだ友達みたいに言うなお前、こうカンさん取ったで、カンさんこれ絶対捕まえなあかん、はい、すいません、カンさん、カンさんちょっと購入確認していいですか、
カンさん先に生ハムがねあったはずなんですよ。ほらここに生ハムないでしょう。でもカンさん生ハム取らはりましたよね。これなんかそれ言いたいことありますか。言い訳ちょカンさん、カンさん待ちなさい。ダメだ、逮捕だ。カンさん、カンさん、カンさん待って、今度やろ。カンさんダメだ、もうお前だけは絶対逃がさねえ。警棒よ、警棒使う。カンさん逮捕だ、逮捕。よし、もう一回逮捕。よし、はいカンさん、カンさんこれ、はいはい、カンさん捕まった。え、やっと捕まえたね。これカンさんそれだけはあかんわ、それだけは、もういろんな、もうどこの銀行を強盗してもらってもええな。今日鍋しよう思って家帰ったらポン酢の賞味期限切れてても許すわ。でもそれだけはあかん、カンさん。カンさんをどこにどうさばいたらいいのこれ。ごめん全然何も聞いてへんかったんですけど。あ、またこれをここに入れるんちゃう、こいつ。これ違う、これさ、これ開けてさ、これ牢屋なんちゃうか、もしかしたら。カンさんほら掴んで、ここにほらこうしよう。よし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 。ほんでこれを外して、でこれを閉めると。ほらカンさんモデラーになったやろ。あ、なんか言いたいことある、お前。もう無理やで。でもはい、もうごめん、もうごめん、無理ね、残念ね。カンさん何持ってんの、ほんでお前それ。もうえらいとこになんか出てきてるってお前なあ。えらいいやいや、そこにトイレあるから、そんなところにせんでええし。それなんかえらいことになるわ。もうカンさんでもゲットしたで。よし、じゃあこれで一回店閉めてみよう。どうやろうか。昨日はマイナス収支、今日はさすがにプラスやろう。さあどうか。あ、ナイス、無料化された盗賊へのボーナスで80ペセタゲットしました。で、まず6時間働いてるから60ペセタ。ところがネズミを倒すボーナスで10ペセタももらいながら、いたずらで90マイナス、施設内放尿で40マイナスと。ただ20獲得しましたね。いやーよかった。まあ、これでね、なんか夜の仕事、まあ、どん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 次があるみたいな感じだと思うんですけど、得たお金をどう使うかとかも全然分かってないなあ、カンさんな。これがでももう G メンの毎日ってことで、なんとかプラスに持っていくことができた。このまあ、シミュレーションやりたいことはできたかなというところでね、今回は終わりにしたいと思いますけども。いやーしかし波乱な、非常に波乱な、やっぱね G メン大変やなという2日でしたね。さあいかがだったでしょうかね。本日お届けしたスーパーマーケットセキュリティシミュレーターですか。実はこのゲームね、あの過去にちょっとあのケバブ屋さんっていうあの店を経営するというゲームを、まあ、シミュレーターなんですけどプレイしたことがありまして、そこが作ったゲームなんですね。だから結構な作りがそれには近いというところで、なんか見たことあるなって思った方もいらっしゃったかもしれませんけれどもね。本当にバカゲー界の新進気鋭といいますか、あの作者だなって思ってね、まあもう全く続きを上げる気はないんですけれどもですね、かなりスパイス強めというかね、なゲームでしたね。ぜひ皆さんもね、この続き気になる方はね、まあまあ私もプレイするかもしれませんけれども、ぜひぜひご自身の手でね触ってみてはいかがでしょうかと。こういったところで本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次の動画ないし生放送でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。